やつもきついんですか？きつかったですか？きつかったよ、きつかった。俺はできる限り内側走ってて、どうしたらこのコーンを打ち、代表のユニフォームとかが家に飾ってるわけよ、うん、その通りね、うんうん、そういうのを見てなりたいなっていう、今回遠藤さんに来てもらいました。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。遠藤さん、今プロ26年目、公式戦1095試合、代表通算152ですよね、歴代1位、ベストイレブン12回、最優秀選手1回と、まあ、他にも経歴ものすごいものがあるんですが、まあ、まずちょっと今キャンプ中ということで、うん、コンディション含めどうですか？まあ普通、まあ、いつも通り楽しくやってますよ、はい、去年その、まあ、試合出場なかった時に、うん、結構追い込まれてたじゃないですか、あのピッチで少しこう、アジリティやったりとか。おお、なんでしてんの？いや、ちょっとなんか SNS かなんかでちょっと、あ、そう、拝見して、うんうんうん、あれはもうやつのルーティーンですかな？ルーティーンというかメリハリ、はい、でやるところと休むところと、うん、途中出場とか、うん、試合に出ない時は、うん、試合に出てる時の強度に近い練習を入れるようにしてるから、まあ、ルーティーンというかコンディションによって、そうそう、コンディションを保つっていう、その意味合いでやってますよ。いや、それがすごく印象的だったんで、ちょっとお話しさせてもらったんですけど、まあ、ちょっとメインの企画なんですけど、はい、ちょっと4年後またワールドカップあるので、はい、まあ、今の高校年代がいかにこう活躍してもらうっていうのはすごく重要なので、ちょっとやっとさんの高校時代、だってそのマインドとかも含めてちょっといろいろとお聞きしたいので、はい、鹿児島実業時代ということで。もう4年後考えてんの？はい、やば。4年後もちょっと日本サッカーの方向性をちょっと舵切んないといけないと。マジで、はい、なのであのちょっと果実のお話って多分いろいろ聞かれたことあると思うんですけど、うん、1年生の時って、うん、平瀬さんが3年、そうね、でその時って全国優勝してるじゃないですか、選手権は。はい、してます。で、やっとさん入学してから実際あの、うん、走りとかって、うん、あるじゃないですか、うんうんうん、一緒にやられてたんですか？やってたよ。で、その当時、いや僕もやってたんですけど、うんうん、あれめちゃくちゃきついじゃないですか。きついね。やってたのきついんですか？きつかったですか？きつかったよ。きつかった。確かに。あの時まだ、どっちかというと、今にないスパルタがちょっと残ってる時期だったけど、はい、カルロスいたから。ああ、ゼッカルロスってブラジル。そう、ブラジルのコーチがね。はい、そいつがいたから、その当時、そんなに流行ってなかったけど、まだ世に広まってなかったこのハートレートとか、あ、はいはいはい、やってます、やってたりしてたから、はい、どっちかというとこう数字で管理されてるところもあるし、はい、ザ走り込みっていうのもあったし、ね、なんかそれをこう、はい、なんか両方やってたって感じ、1年のところだから。めっちゃきつかった。めっちゃきつかった。めっちゃきつかった。え、実際そのまあヨシトとか聞くと、うん、その当時国もきついじゃないですか、うんうん、まあ、でも、まあ、自分のためにみたいな、うん、すごく前向きにやってたんですけど、やっとさん逆に僕はもうちょっとどっちかというとやらされてる部類でも頑張ってたっていう感じだったんですけど、やっとさんとかどうだったのかなって。1年生はできる限り内側走ってて、どうしたらこのコーンを内 に, そうです、ね、あの内に入れようかなみたいな、四つ角があるんですよ、果実で、うん、それを回って400とか100とかどうにかしてコーンの中に入ろうみたいな。あ、やっぱそれは考えてた。それしか考えてなかった。タイムには入れるから、俺得意やったから。あ、そうなんですね。ね、体力的には。体力的には全然大丈夫だから、うん、もう極力楽しよう、楽しよう、うん。省エネっていう。そうそう。で、うん、ハートレートは無理やん。あ、そうですね。ごまかせないですもんね。そうそうそう。はい、ピーピーピーとか音するし。はい、そうですね。だから、その時はもうしょうがないなと思ってたけど、それ以外はもう極力よ。極力楽しようっていう。とにかく少しでも少しでも少しでも。ちなみにその当時のメニューで、うん、僕は記憶に残って、僕の時代ですよ、うん、僕は100、200、300、400の、ね、また戻る感じがあったじゃないですか、しかもタイム層、 あったね、まあ、あれデッキルだったんですけど、やっとさんの時代ってまた違うのありました？俺時は200、400、600、800、1000。あ、そのそうもっと長いバージョン、ね、行ったり来たり行ったり来たりと1往復ね、はいはい、1往復のだからそれもタイム層ですよね。そうそうそう、だから一周めっちゃ速かったよ。1キロ3分5秒以内、はい、プロだと3分35で速い分なんか、そうそうそう、3分10とか、ええー、そう、あ、10とかで5ぐらいに入ってたっていう
感じなんですね。そうだからダッシュ、ダッシュですよね。3周ダッシュですよね、うん、それの往復が一番きつかったかな俺は。かハートレートつけて、はい、170とか180まで上がったら、はい、休憩して130ぐらいまで落ちたらまた180までみたいなので、はい、俺脈上がらへんから。あ、なるほど。そう、脈上がらなくてずっと永遠に走ってるから、はいはいはい、上がる人はさ、もうバーンです 200m ぐらいダーッとしたらバーンって上がるけど、ね、はい、俺全然上がらへんから、だから 400m とか 500m とかガンガン走って、はい、で落ちるのも早いから、はい、それかその200から上がっていくのが一番きつかったかな、うん、俺は。いや、その当時はまあ、うん、あのちょっと省エネは分かるんですけど、ええ、気持ち的には、うん、こうどういうマインドでやってたのかなってすごい気になるんですけど。それはダリーじゃん。ダリーっすか。もうそれしかないよ。早く終わらんかなとかさ。はいはい。だから練習前は憂鬱よね。気持ちが。やってさもそうだったんですよ。そうよ、もうそれしかないよ。あ、うん、試合にかもう1年生から絡んでます。まあ、一応どこぐらい。一応絡んでたっていうか、まあ、ちょこちょこ。その A チームの練習には、まあ、参加してたね。参加してて、っていう、こう一緒に遠征とか連れて行ってもらったりして、うん、でも出場時間はそんなに長くないね、うん、どこら辺からこう楽になったというか、ちょいろいろ調整つくようになったのって、どの何年生からってあります？2年生じゃない、試合出場し始めてとか、うん、2年生になってからかな、うん、サボることしか考えてなかったマジで。長いじゃないですか、果実、うん、3時間とか、はいはい、で、うん、練習もその基本練習やったりとか、うん、結構一つ一個も一個も長いじゃないですか、うん、だから どこを特にこう、まあ、集中してたっていう言い方あれなんですけど、うん、力入れて練習をこうやってたのかっていう。あ、でも走りのために余力残してたよね、はい、やっぱね。ああそうですか、うん、やっぱそうっすよね。そう、俺らの時はボール使って、はい、最後にフィジカルみたいな、はいはい、感じでやってたから、はい、最初のアップとかは、はい、多分ねそんなちゃんとしてなかったと、はい、極力。あ、そうなんですね、極力省エネでみたいな。まあ、走りにメインを置いてたかな。あ、でもボール使う練習はこう手抜いてたってわけじゃなくて、うんうんうん、基本は大事っていうのはもう散々言われてたから、はい、まあ、それをちゃんとやりつつ、うん、あと意外にアジリティとかそっち系は結構頑張ってたかな。あ、そうですね、サーキットとかは結構真面目にやってた。うん、いやだから僕の印象ですよ、1年生の時に最後選手権の一緒に練習させてもらったんですか、判定めちゃくちゃ早いなっていう。あ、そうなの、俺遅いイメージあるけど、はい、ちょっと高校の時はキレキレだったね。いや、キレキレだったっす。そうそうそう、はい、だからそれがすごく印象的で、うん、もっとパスをさばくとかいう多分イメージじゃないですか。あ、どっちかというと、はい、パスもするし対人もめちゃくちゃ強いっていうのは、まあか、ナスが下手やったか。どっちかやな。どっちかそうっすね。そうですね。だから、当時の、もう僕が1年の時は、うん、ヤットさんとかも3年生も雲の上の存在みたいな感じだったんですけど、ヤットさん1年の時って、平瀬さんたちってそんな感じでした？うん、なんかね、もっと近かったっすか？俺は知ってたから、あ、兄貴が、平瀬さんとか、久永さんとかの時の、はい、1年の時の3年がうちの次男。あ、アキさんですね。そう、だからなんかね、別にそんな感じはなかったね。なんかもう、兄貴の後輩の人たちみたいな感じやから、あ、まあ一応先輩っていう感じは見てたけど、はいはい、なんかそ、多分那須が俺に思ってるような感じじゃない、距離そんな遠くなかったっ、うん、そんな遠くない、俺はめちゃくちゃ遠かったんで先輩からこう、話もこう、振ってきたりとか話したりとか、そういう、普段の時とか、あ、なんか まあ、そんな感じだったね。そんな多く喋るわけじゃないけど、うんうん、まあ、その当時っていうか、まあ、今はないですけど、うん、トレ的なのがあるじゃないですか。トレっていうのは、まあ、出てない選手がよくこう、ね、あの3年生とかが、まあ、1年生を指導するっていう、ね、はい、そういうのあったじゃないですか。今で言う指導だ、ね、指導です、今で言う指導なんですけど、うん、そういうのって、うん、ヤットさんは目つけられてたのかとか、うん、なんか、ああ、多分俺は目つけられてないと思う。あ、そうなんですね。そう、俺に何かあったらお兄さん、そう、兄貴がいるから、ね、そうそう、だからちょっと守られてたっていう、なんかそのすごいなんかその守られてる感が出てるわけじゃないけど、はい、兄貴の弟だよみたいなのを、うん、なんかもう学校中そうやった。あ、先生とかもそう。あ、そうなんですね。そうそう、だから俺入学する時とか、はい、その中3の時の
面接とかの時とか、はい、うちの兄貴のこと全員知ってるから担任とか、あ、はいはい、担任で面接してくれる人とか、はい、だからもう、あ、弟かみたいな感じだったもん最初。あ、じゃあ居心地は全然良かったっていうか。いや、居心地良くないよ。居心地いいわけないよ、ね。まあまあそうですね。でも、まあ、もう本当みんな知ってたって感じ。もう俺が入学してるした時には。はいはい。うちの世代だと松井くんはだいぶ目つけられてたんですけど。それはそうやろ。まあいい感じやったけど、ね。京都から来てギラギラしてましたし。まあそうね。はい。まあそういうのもあったんですけど、うん、やっとさんの中で、うん、なんか意識が。特にその高校世代ってやらされてるっていう、まあ、特に昔だと、うん、まあね、やらされてるっていうか、まあ、ちょっとこなしてるとこういうところもあったと思うんですよ、はいはいはい、厳しすぎたので、うんうん、でもいろんなこの世界に向けてとかプロに向けてっていうのを、うんうん、その意識が変わったの何かきっかけありますか。そのあ、俺はね、兄貴はね、もうほぼ俺は、あ、そうなんですか、うん、J リーグができたの中2で、はい、その時プロ目指そうってなって、はい、でその数年後に兄貴が行って、うんうん、俺もなりたいと思って、はい、で高校入ってからも兄貴があのオリンピック出たりして、ああそうですね、はい、やっぱなんかその代表のユニフォームとかが家に飾ってるわけよ、うん、その当時もね、うんうん、そうですね、はい、でそういうのを見てなりたいなっていう、ああ、うん、私も入った当初からもう意識レベルっていうかもう全然やっぱ見てるところはもうプロも、あ、そうね、見てた、うん、高校の時はそう、あ、でもそれがなんかいけるっていう確信 にはなってないよ、はい、1年の時は、うん、1年の時は、はい、そこを目指したいっていうのはあったけどね。確信的なのは何年生ぐらいですか。いや、でも高3ぐらい、あ、そうなんですね、高3の初めぐらいにはなれるんちゃうみたいな。うーん、あ、アンダー18とかもそうですね。そうそう、高2の時に U10、はい、俺早生まれやから、はい、U15 か6、1個上の世代で入ってた。あ、入ったんですね。そうそう、はい、だからちょっとこう意識は、代表の意識もあったけど、うんうん、まあ、Jリーグにはいけるんじゃないかなっていう手応えみたいなのがあったけどね、うん、リーグになって。ちょ、まあ、その場合も本当お兄さんがかなり大きかったし、まあ、アキさんが、うん、アキさんの存在が。もう兄貴よ、俺は、うんうん。特にその高校世代で、こう、やっとさ、まあ、中盤の選手なので、うん、これからの選手たちに、はい、どういうのこう意識じゃないですけど、うん、特にパスとか止める蹴るとかもそうなんですけど、うんうん、まあ、まず四つさんがどういうのをそう意識してやってたのかと、うん、どうすればいいかっていうか、まあ、アドバイスみたいなのってあります？なんかこう、まあ、ほら今は俺ら高校ぐらいの時と違って情報がすごい入るでしょ、はい、そうですね、はい、でやっぱり子供たちとかは派手なプレーとかさ、うん、ドリブルが好きとかです、ね、テクニック、はい、みたいなのが好きやと思うし、そういう動画をたくさん見ると、そうです、もう分かりやすく言えばメッシみたいな、そうそうそう、もうそれを見ばっかっていう感じですね。あとこう、なんていうの、リフティングの技とか、あ、そうですね、はい、まあ重要っちゃ重要やけど、はい、でもやっぱ基本がないと応用ができないっていうのは俺がすごい思ってるから、やっぱ基礎練習っていうのは、うんうん、ほんとちっちゃい時からやるべきやし、うん、それをその指導してる方もやらせるべきやし、あ、はい、うん、それをだから飽きさせないようなメニューを組んであげることによって、うん、自然と知らぬ間に基礎がしっかりしてるっていう形に持っていければいいと思うから、うん、まあ、基礎練習は本当止めて蹴る、どんなボールでも、うん、自分の一番蹴りやすいところにボールを置くっていう、うん、練習を絶対した方がいいと思うんで、うん、それはもう嫌っていうことをやった方がいいと思うし、うん、まあ、あとはもうパススピードとかによって大きく状況変わるから、はい、その止めて蹴るのをただ蹴るっていうだけじゃなくて、うん、その状況によった蹴り分けは重要っていうのと、あとメンタルじゃない、うん、昔その厳しかったのが結果的にこの、うん、メンタルみたいなところの強さになりましたよね。本当そう、追い込まれてね。ですよね。追い込まれて追い込まれて、それでも限界を超えていき、うん、やってきたっていう、それは強みよ。ですよね。うん、それは重要かって思う。海外でいうハングリーみたいなところですよね。そうね。それがあの厳しいトレーニングでなんかこう、うん、日本人は難しいよね。ですよね。優しいから日本人はね。うん、まあでも基礎とメンタルっていうのは重要だし、フィジカルっていうのは生まれつき持ったものもあるから、うん、
まあ、もちろん伸ばしていける部分なんだけど、うん、リーガルはそのちっちゃい時にやる、そんなにやる必要ないかなと思ってるし、うん、また高校こう体がこう出来上がってきた時ぐらいには意識した方がいいと思うけど、うんうん、負けず嫌いというか、あ、気持ち的な、気持ち的な、それはもう絶対必要かなと、うん、最後にっていうか、うん、まあその高校年代で、はい、これからサッカー目指す、特に選手たちに向けて、はい、もう目指す上でどういうものを大切にして頑張ってほしいかっていう。あ、そうですね、はい、まあ、高校世代はね、まあ、いろいろ意識すると思うよね、そのプロに行きたいとか、はい、プロ行けるかないけないかなっていうのをこう考えながらプレーしたりとかしている時期で、いろんな部分で難しい年代だと思うけど、はい、まあ一つはまあやっぱりその明確な目標を立てる中で、うん、はい、今何をしなきゃいけないかっていうのを自分の中で整理する必要があると思うし、うん、それによってトライすることも変わってくるし、うん、すごい単純に言うと例えば J リーガーになりたいとか、はい、プレミアリーグ行きたいとかっていう、うん、J リーグを目指す練習とプレミアリーグを目指す練習って多分違うと思う、うん、そう、同じ練習をしてる中での意識が、はい、でそれをしっかりと自分で整理した上で、うん、いろんな練習にトライしていってほしいなと思うし、うん、まあ、やっぱその上でやっぱサッカーを楽しまない限りはやっていっても楽しくないと思うので、うん、一日一日を楽しくやってほしいなっていう、まあ、あと技術とか戦術とかフィジカルとかはもうそのチームによっても全然違うし、そうそう、その個人によってもね、違うし、はい、今だともう高校とか中学世代ぐらいからこうパーソナルつけてやってる子もいるから、うん、そ、ね、まあ、それはその意識高くやるっていうのは非常にいいことだと思うけど、うん、海外でこう日本人がだんだん活躍をし始めてる中 で、うん、でね、自分もそうやなりたいっていう目標をしっかり立てるのであれば、そういうトレーニングをしてほしいなって思うんで、うん、ただサッカーだけしてても、うん、もう今や英語を喋るのは当たり前とか、ね、はい、スペイン語を喋るのは当たり前みたいな、うん、同時にそういう語学の勉強もしてたら、うん、すごいプラスになるんじゃないかなって、うん、まあ、まあ、そっちの方面も楽しみながらやってほしいなと思いますけどね、うん、あ、最後に一言だけ、その今シーズンの目標たくさん、今シーズンですか、はい、いや、もう健康っす、いや、これがすごいですね、まあ、もちろんその試合に出て活躍してチームに貢献して、うん、まあ、そんなのも当たり前なんで、うん、でも年齢も43なんで、はい、楽しくやりたいって思うものを持ちながら、うん、若手と競争するのも楽しいし、うん、あの自分ができるっていうのを証明したいと思うし、うんうん、まあ、ただ元気じゃないと ね、うん、そうですね、この年齢と、はい、あ、その回復も遅いし、うん、まあ、足も痛いし、まあ、ただ健康であればフィールドに立って表現できるんで楽しくやりたいですね。本当に貴重なお言葉もらえたので、はい、はい、いいんですか、もちろんです、もう最高です、いいえ、貴重な言葉ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。